していきます。トゥデイズアグリニュース、今朝の日本農業新聞から記事をピックアップしました。まずはこちら、京都のお茶新たなチャレンジへ。京都府は玉露や天茶など高級茶葉の生産量が多いお茶の産地ですが、高級品を中心にお茶の需要が減少する中、昨年は新型コロナの影響もあり価格が一層低迷。今年度の販売収益は昨年度の3割減、2017年度と比べると5割減となっています。他の一般的な農作物は各地域の JA などが生産のサポートから出荷などの物流も担うのに対して、お茶の物流はその売買を専門的に扱う領域とされ、JA は作物としてのお茶を作ったら終わりという言い訳があります。販売の実現から生産者側も今日は行ってみられなくなり、関係者の協力が呼びかけられます。これに伴いまして、今 JA では独自ブランドの抹茶のプロモーションを拡大、乳業メーカーへ抹茶アイス用の原料として出荷したり、焼き菓子などのオリジナルスイーツの販売をスタート。さらに地元の作品の PR も行い、パンやケーキなどの商品作りにと進んでいます。まあ、こちらはこれからもっともっとこういろんな拡大を見ていくと、もっともっとね、この販売販路も広がっていくと、チャンスもあると思うから、こういう新しいチャレンジというのは、どんどん進んでいくのかなというところかもしれませんよね。続いてはこちらです。千葉県2例目の鳥インフルエンザ。農林水産省と千葉県は昨日、いすみ市の農場で鳥インフルエンザを確認したと発表。およそ114万羽の殺処分を始めました。この農場はですね、昨年12月下旬に感染が判明した別の養鶏場から半径3キロ圏内の移動制限区域にあり、12月の検査では陰性でした。これで今シーズン国内では35例目、千葉県内では2例目の感染確認となりますが、千葉県は全国ベスト3に入る鶏卵の産地で、また全国1位の茨城県とも隣接するため、今後の拡大、感染拡大の懸念が広がっています。千葉は全国シェアでいうと3位なんですね。で、1位が茨城ということで、千葉と茨城で全国シェアの 15% を占めている、そんな中、茨城に、広がってしまったらという、
なんかこれが全部飲食店一律になってるっていうのも僕はちょっと納得いかないなっていつも思ってて、なん
か、その会食とかをしないお店もあるじゃないですか。取りつつカウンターで食べる店なんてあるし、なんかこう全部が一律で飲食店が悪いみたいな雰囲気になってるんですけど、ちょっと納得がいかないし、何よりそのお店でのマナーっていうことをみんな一人ずつが心がけなきゃいけないということで言うと、なんかこうそういうことを注意喚起するっていうことが必要で、今飲食店っていうのがこういうふうな自粛をしてみんなに呼びかけてるのかなとすら思います。
Better Sunday, better Sunday, better Sunday, better Sunday.